青山学院大学教育人間科学部教育学科3年の黒川さくらです。私の趣味は絵を描くことです。中学高校は美術部に所属していました。大学ではアナウンサーになるという夢を目標にしてアナウンス研究会に所属しています。その活動では校内の司会をやったり様々な人にインタビューして頑張っています。よろしくお願いします。美女景色見てねー。